こんにちは、黒田和義です。今日もご視聴ありがとうございます。今日はですね、ファチカを、自宅謹慎が多いので、ファチカをちょっとずつ練習しています。昔ずっとやってたんですけど、またちょっと、やり直しています。なので皆さんと一緒に上手くなっていければいいかなと思って第1回でやっていきたいと思います。ファチカはですね、こういう楽器なんですけど、で、まあ、このパターンを結構叩ける人すごく多いと思うんですけど、やっぱり両手でやりたい。で、手をずらしたいっていうのを、これを結構早めにやっていくと、いろんなリズムが、例えば、みたいなフィルインみたいな感じで使えたりとかするんですね。なので、このずらしていくパターンっていうのをやって、リズムパターンをいっぱい作っていくってやつですね。まあ、パチカは非常に利点はですね、なんかこう、すごい超絶に見えるんですね。こう、ボールを変えたりとか、こういう風になんか結構超絶に見えるんで、ただ、テンポが、遠心力使うんで、どうしてもテンポが一定じゃないとちょっとできない。結構この辺のテンポじゃないとできないみたいなのがあって、ゆっくりのテンポできなかったりするんですね。なので、できる曲とできない曲を選ぶんで、だからまあ、完全、ではない。まあ、ただ、普通のシェイカーとしては使える。それだと結構ゆっくりでもできます。このテンポだと、うまく、まあ、これぐらいだとギリですけど、これより遅くなるとコントロールできなくなっちゃうんですね。まあ、それがポイントですね。ではやっていきたいと思います。まずはですね、大体パチカの皆さんのビデオを見ててもそうなんですけど、なぜか対面でやるんですね。対面でやるとわかんないんで、もう見た感じでやっていただけるように、こういう風にしてやりますね。こういう風に。で、まずは、手をこういう風にしてもらって、チョキのところの間にボールを入れてください。こうですね。こういう風です。で、これボールをこうやって握ってもらって、小指側に回します。これがレディー状態ですね。で、小指側でこうやって挟んで、こういう風にしてもらって、こういう風に。で、オープンシェイクって言うと、いつも、ハングシェイク、オープンシェイクっていう名前がついて、で、あとクリックシェイクっていうのはこうボールを当てながら、これ途中のリズムパターンで使うんで出ていきます。この3つ。それはもうすぐできると思います。で、今日やりたいのは、こうやって、チョップチョップなんですね、手を。こう、チョップチョップチョップってやってもらって、これはこういう風にしない。で、まっすぐにして、そのまま、1、2、3、4で離すと、ワン、ツー、スリー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 、タヌキ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 と。3連で、ワン、ツー、スリー、ワン、ツー、スリー、タクツ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 、というのができます。できますね。こうです。で、まあ、掴まなきゃいけないんですけど、まずはこの、3連でこれがキープできるかどうか。本当にコツはこうしちゃうと急にリズム狂っちゃうんで、まっすぐ手を振り、左右前後に振り続けると、こういう風になります。これ3連の練習で後で、例えば、タン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 、うんうん、タン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 、うんうん、みたいに使ったりします。なので、タツツ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 という風にやってください。こうね。で、次が、タツツタ。タツツタで取って、タツツタツクチャー、タツツタツクチャー、タツツタツクチャー、タクツタツクチャー、タクツタツクチャー。で、この時に、こう、最初にこう、ここはね、こう、この小指側で取るんですけど、これ最初、なかなか取れないです。みんな大体遅いです。この時に、手をちょっと上に向けとくと、ここの間に入ってくるんですね。こう、こう入ってくるんで。そうすると取りやすいです。なのでタイミングをつかむのは、こうやって上側に練習してもらうとやりやすいかも。慣れちゃえば、タンタツクチャー、タンタツクチャー、タンタツクチャー。こういう、タンタ、タンタ。まあこれを両手で、右手ができたら左手が真似するので、両手で練習してみてください。で、慣れると、アサラソみたいな手を上に向けてるとかっこいいです。でもやってることは一緒です。タンタツクチャー、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 タンタツクチャー。
という具合に練習方法です。なので今日やるのはこういう前に振る。ここら辺はできるんですが、まずはこの大技を、大技っていうことじゃないんですが、まずこの遠心力でこれを使う。で、掴む。そうすると4拍子に、1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4。そしたらこの、打ちで踊ろうとか、3、ねね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 ねっていう風にフィルに入れながらやったりできると思います。というわけでパチカの第一歩ですね、まあ、練習してみてください。というわけで本日は以上になります。今日もご視聴最後までありがとうございました。今日も最後までご視聴ありがとうございました。今日の動画があなたにとって面白いなとかためになったなと思われる方はいいねボタンを押してください。チャンネル登録の方もよろしくお願いします。私のメールマガジンがありますので、詳細の欄から URL がありますから、そちらで紹介ページの方で、ぜひメールマガジンのご検討ください。毎日僕からメールが届きます。ジャズドラムのこととか、ジャズの歴史のこととか、心理学のことについて、毎日動画とその解説をお送りしますので、よろしくお願いします。3大特典もついておりますので、ぜひご検討ください。それでは今日は最後までご視聴ありがとうございました。黒田和義チャンネルでした。